大沼の自然を満喫した後はランチタイム、シャキイカバーガーを食べてみました。すごい入ってます。なんかはみ出る、長いですね。はみ出るのが入ってます。こんな長いんですよ。イカはマヨネーズとすごいいい感じで絡み合っていて、とても美味しいです。